はい、皆さんこんにちは。撮影時にこんな表示が出てしまわないようにできるだけ容量は大きめにしている iPhone なんですけどね、まあ、この同じことはですね、iPad にも言えるんで、まあ、iPad の方もまあね、ちょっと大きめの容量にしていますけども、まあ、ただね、このところ物価高とか円安なんかでね、まあ、iPhone の値段も上がっているんで、まあ、このストレージのね、容量を増やす分ってのもバカにならないってことでね、で、いろいろ試した結果、まあ、このあたりのね、容量だったら落としてもいいんじゃないかっていうのが、まあ、なんとなく分かってきたんで、まあ、そのあたりの、まあ、理由とかですね、試したことなんかについて共有したいと思っています。はい、ということで現在使っている2台の iPhone ですけども、左側は iPhone 13 mini ですね。12 mini にはなかった 512GB が追加されたんで512にして、そして iPhone 14 Pro についても同じくですね、こちら 512GB にしております。で、共に 512GB と 256GB の差額っていうのは、まあ3万円ぐらいになるという感じ、結構な差額となっています。まあ、それでこの 512GB にしている理由っていうのは、この iPhone 14 Pro の場合はですね、 iCloud 写真を同期してないんですよね。で、まあ、それもあってね、ちょっと容量が必要な状況となっているわけですけども、共有アルバムの方はオンにしてますけどね。ただ、まあ、この運用方法もですね、まあ、最近状況も結構変わってきて、私自身の意識も変わってきたというのはね、実感としてありますね。それで、まあ、皆さんご存知の通りですが、 iPhone のストレージの容量を食う大半っていうのはこのように、まあ、写真なんですよね。で、まあ、この赤い部分、写真のところがもうね、ものすごい容量になっていますけども、で、これがね、いくつあるか見てみますと、このように259GB 近く写真で食っちゃっていましてね、まあ、それもあって全体が 334.8GB とかになっちゃってるわけですね。それで iCloud 写真をオンにするデメリットっていうのもあるのでやらないでいたんですけども、まあ、その一つはですね、まあ、何でも同期されるため、写真のアプリのタイムラインがまあごちゃごちゃになるってことでですね、まあ、こうね、同時に2台とかで撮ってると、そのあたりがね、ちょっとごっちゃになるというのはね、嫌な点ですよね。で、まあ、もう一つはね、こちらストレージの最適化を、まあ、これはオンになっていますけども、まあ、例えばオリジナルをダウンロードというのにね、チェックを入れて、まあ、運用した場合はですね、まあ、残念ながらですね、まあ、この別の iPhone、iPad で撮ったものも iPhone 内のストレージを圧迫してきますからね、まあ、その点もまあちょっとね、嫌な点ではありますよね。で、逆に最適化オンにすると別のデメリットがね、出てきます。それはオリジナルのフルデータが iPhone 内にない場合があるということでね。で、これどれがね、オリジナルがあってどれがサムネイルだけなのか、ちょっとね、分かんないところもありましてね。で、例えば古い動画とか写真なんかを開くと、そうするとね、やっぱりこれオリジナルないみたいで、ちょっとね、時間がかかるんですよね。こうもわっとなるのに時間がかかるという感じ。動画なんかだとね、これ再生が始まるまでにこのようにちょっとね、待たされたりするわけですよね。なんで最適化はオンでもオフでも、まあ、それぞれですね、デメリットがあるというのがね、ありますよね。まあ、ただここ 2,3 年で、まあ、そのデメリットに関する環境変化もあったんでね。で、一つはね、この、まあ、iPhone とか iPad の写真アプリにおいて、この i のマークを押しますと、このメタデータ表示されますけどね、ここにこのね、いつ撮ったとかっていうのは前からあったんだけども、これがね、どの iPhone で撮ったかも表示されるようになって、これ Mac の写真アプリでは前からできたんですけども、まあ、これがね、iPhone とか iPad でも、確かね、iOS の15あたりからね、できるようになったんですよね。なんで Mac を見なくてもね、iPad とか iPhone から、まあ、そのあたりの区別はね、つけられるようになったんで、まあ、これ、まあ、私の場合はこうね、レビューとかやってるからどうしてもね、まあ、そういうのが必要なんですけども、まあ、こうごっちゃになった時も、まあね、確認すれば分かるようになったというところですね。で、合わせてこの iOS16 から重複した項目を指摘してくれるようになりましたので、まあ、これ、まあ、容量的にはまあ知れたもんなんですけどね。ただ、まあ、この重複項目のところを確認しますと、なんかね、これ、まあ、機種変更とか、まあ、そういったのをやった時に重複っていうのが、まあ、出がちな部分はあるんですけどね。まあ、それを、まあ、指摘してくれて、まあ、容量の節約につながるなんていうのもね、ありますよね。
あともう一つは iCloud バックアップが、まあ、普通に使えるようになりましたからね。以前は PC とか Mac を使わないとのヘルスケアのデータがこう、ね、バックアップできなかったりとかあったんですけど、まあ、そういうのも今一切ないですからね。この当てになるバックアップとして iCloud が選べるようになったというのもありますよね。なんでかつてはこの iPhone を Mac につないでバックアップをするという作業が必要でしたけど、今はですね、まあ、この作業、まあ、特別な場合ベータ版使う時なんかにしか発生しないんでね、まあ、ほぼね一般の方はまあこれね必要なくなってるわけですよね。まあ、あとはストレージの最適化をオンにした場合、先ほどお見せした通り若干ねタイムラグがあったりねするんですね、フルデータがない場合。まあ、ただそれについてもネットワークの速度が上がってきていてね、まあこの自宅の Wi-Fi でもまあニューロとか早いですし、あとはねこのモバイル通信についてもまあ 5G なんかでだいぶ早くなったなという感じなんでね、そのあたりもここ数年の環境変化の一つですね。まあ、そんな理由から年末に1台試していたんですけども、年末に動画上げてますけどね、まあ、この iPhone 13 mini の方をもうクラウド運用にね切り替えるということ で、このように iCloud 写真をオンにしてですね、そしてさらに iPhone のストレージを最適化という項目にチェックも入れて使ってきたわけですけど、で4ヶ月経ってですね、まあ12月の時はねこう同期中でお見せできなかった iPhone のストレージの方の容量をねお見せするとこんな感じですね。なんとなんと使用済みが 81.7GB ということで、これ 510GB ある iPhone なんだけど 81.7GB で済んじゃってるんですよね。まあ、つまりねこれは512も必要ないし256も必要ないし、もしかしたら128でも十分使えるんじゃないかという感触になったんですね。さらに iCloud バックアップの方も節約につながりましてね、まあ、これは12月の動画でもお見せしていましたけども、なんとなんとですねこのバックアップについてはものすごい削減をしていて、これ iPhone 13 mini のところ見るとね 7.4GB しかね使ってないんですよね。でこれは重複する同期項目をダブルでバックアップしないという iCloud の賢い仕様のおかげなんですよね。で逆に iCloud 写真オンにしていない iPhone 14 Pro の方ですけども、こちらについてはですねこれ残念ながらですね、この iPhone 14 Pro のバックアップ分は 252.6GB も送ってるわけですね。まあ、結局ね同じ容量 512GB の iPhone2 台で、まあ、こんなにもね差が出てしまったということで、252と 7.4 ってだいぶ差がありますよね。で14 Pro についてはこのように、まあ、1ヶ月に1回ぐらいですかね、この Mac につないで、でここにバックアップをするんじゃなくてね写真の方をねこっちに入れてるという感じで、まあ、なんでねこの作業経由で iCloud 写真にはこの Mac がね同期してるんで、まあ、iCloud の方にもこの写真自体はまあ保存されているんですけど、ただまあこれ保存してるってことは容量食ってるってこと で合わせてね iPhone の方はこの iCloud バックアップの方でこの写真の内容は同期していない項目として保存されちゃうんで、まあ、これ結果としてねダブルで容量を無駄遣いしているということで、同じ写真の分がね、まあ、この容量として重複してしまうというのがあるんでね、まあ、なんでもそれ考えたらね iPhone 14 Pro もこの同期にしちゃった方がいいのかなというね判断に、まあ、最近なったわけですね。そしたらもう iPhone 自体のストレージ容量も、もう少しね低いものにしていいと思うんですよね。ただ完全に iCloud 運用にする場合に注意点もあるのかなと思っています。まあ、このようにですね、例えば iPhone と iPad と、まあ、持っている機器ね、全部がこのストレージの最適化というのをオンにしてしまうと、まあ、ローカルにね、オリジナルのデータというのは存在しなくなりますからね。まあ、そうするとね、クラウドに何かね、不具合が起きた時にオリジナルデータがなくなってしまうというのはね、恐れとしてはありますよね。まあ、そんな不測の事態に備えて Mac がある方については、例えばねこれ Mac の方は iCloud 写真オンにしてもオリジナルをこの Mac にダウンロードというのをまあ必ずチェックに入れてですね、このローカルにオリジナルデータを保存しておく必要があるでしょうかね。合わせてまあその Mac をタイムマシンでバックアップすれば二重でこの写真とか動画のデータについてはまあ保全ができるということですね。まあ、ただね、Mac がない場合には若干複雑で、やはりね、ローカルに保存しておきたいという方はね、例えばこういった SSD 外付けのものをこの iPhone につないだりしてですね、
で保存する必要のある写真の方を共有ボタンの方からこの SSD にね保存することもできます。このファイルに保存というねところでファイルに出てきたこの外付けを選んで、そして保存をねすれば、まあ確かにね SSD の方に入るんですけども、ただねいかんせん iPhone14 シリーズまではこのようにねライトニングですから、どうしてもねこういったなんだかねこのアダプターをねかまさないといけなくて、でさらにねこのバスパワー使うためにはこのアダプターを電源につながなきゃいけないとかっていう、まあちょっとねめんどくさいんで、秋の iPhone から USB-C になるともうちょっと単純化するとは思うんですけどね。でまあ合わせてねこういう SD カードに保存する方法もありますけど、まあ、SD カード自体がですね長期保存なんかには向いていないねメディアなんで、まあ、これもあんまりね一時的なもの以外にはお勧めできない方法ではありますよね。まあしかも SSD もこの SD もそうですけど、アダプターは純正を使わないとアップデートに対応できなかったりするというのもあります。まあ、あとは注意点としては、電波状況や通信障害に備えないといけないということで、まあ、例えばね、何かね、旅行に一緒に行った友人と、まあ、旅行を振り返るね、食事会をするなんかって時にですね、まあ、このせっかくの写真が、まあ、電波障害、通信障害なんかで見れなくなったらね、困るんで、まあ、事前にね、こうダウンロードをしとかないといけないとかっていうのはあるでしょうかね。そしてプロモデルについてはストレージ容量で撮影の制約もあるんですね。例えばこちら iPhone13 Pro から搭載されたプロローの撮影なんかですね、iPhone14 Pro からはこのね48メガピクセルなんかっていうのもできるようになりましたけど、ただねこの撮影については非常にねこうデータの容量が大きいんですよね。で例えばね、同じような写真、こちら左側がね、この48メガピクセル、右側が、まあ、普通の JPEG で撮ったやつですけど、まあ、それぞれね、2つをこのね、AirDrop で Mac に転送してですね、容量を見てみますと、まあ、このようにですね、まあ、この DNG ってやつは 63.3MB もあるんですけど、で反対に通常の JPEG の方はね、これが 2.9 メガとかで済みますから、なんで、まあ、プロローとかね、48メガピクセルで撮りたいプロユーザーは、まあ、その辺のデータの大きさも加味して iPhone のストレージは選ばないといけないというのはあります。そしてビデオの方もですね、プロレス撮影 4K の 30fps については、これ128GB のモデルでは使えないんですよね。これ容量が少ないというのが理由で 1080p の 30fps になっちゃうんで、これ 4K でプロレスを撮りたい方はですね 256GB 以上を選ぶ必要が、もう仕様としてね制約としてありますよね。でそしてね iPhone じゃないですけどね iPad についてもこのメモリーがこのストレージ容量によって変わってくるんでね、 16GB のメモリーが必要な方は 1TB 以上のストレージモデルを選ぶ必要があります。まあ、などなどをね加味して考えると、まあ、最適な容量ってどうなのかなというところで、例えば今使ってる14 Pro についてもですね、まあ、iCloud 写真オンの 13mm の実績から言って 128GB 以下でもいいんですけど、ただまあ撮影の制約考えるとね 256GB でいいのかななんて思ったりとかですね、あとはスタンダードモデルについては、まあこれ例えば14を買うとしてもですね、まあ、こちらは逆に128でいいのかななんて感じにはねなってきていますよね。まあ、もちろんね使い方によってね変わってくるんで、まあ、そこはまあご自身で調整していただきたいとこですけども、まあ、これさ14 Pro だと512を256にするだけで3万円安くなったりとかですね、あとは14だとこのね512から128にすると4万5000円節約できたりはするわけですね。で一応ね費用面のチェックもねしてみましたけども、でまあ当然ですけどね iCloud は有料サービスですから、まあ、これ現実的な運用とすると 2TB の1300円月額かかるやつがね必要になってくると思うんですが、まあ、その場合ですね年間1万5600円かかるんですね。2年間だと3万1200円ですね合計が。ただまあこれを省いたからといってですね、まあ、写真データっていうのは結局まあ容量いっぱいになったらどっかに逃がすかですね、あるいはですねあの iPhone 自体のストレージ容量を多めに設定してこないといけなくなるんでね、まあ、元に話が戻っちゃうわけですよね、まあ、そうすると結局3万円差とかね4万5千円差とか、まあ、2万円差とかを余計に支払うというね話にまあ戻ってしまうわけですね。
で、まあ、他のクラウドサービスを使うという、ね、設定になった場合もですね、まあ、Google One のフォトも Amazon フォトスも基本的には月額1300円と、まあ、お値段変わらないんでね、まあ、そうすると、まあ、こっちにこだわる必要もなかったりするんで、まあ、iCloud でいいかなって感じになりますし、あとはですね、写真をローカル保存で逃がす方法っていうのも考えた場合に、まあ、その場合はですね、まあ、追加で購入費用として、ハードディスクなら 1TB6000 円必要ですし、あとは SSD だと 1TB1 万円ぐらい必要になってくるんでね、まあ、さらにこれデータへアクセスしたいとなるとですね、結局つながないと見れないっていう不便さがあるわけですね。まあ、さらにね、iPhone 自体のバックアップっていうのは iCloud でできないとなると Mac は PC のストレージが必要になってきますからね、まあ、そっちもまあコストとしてかかってくるというのはありますよね。まあ、そう考えるとね、結局は利便性と費用をバランスよく考えると iCloud 運用で本体容量抑えめっていうのがいい気はしてくるんでね。まあ、課題というか iCloud のいまいちな点はね、まあ、今後 2TB の iCloud 上限っていうのを超えてくる場合にはね、まあ、どういう対応してくれるかというところで、今のところはまあ 2TB が上限になっちゃってますからね。まあ、あとはね、加えて iCloud 同期がこのフォルダーとかアルバム選択式のね同期だったらいいんですけど、まあ、それについてはね、自動なんで、まあ、どの写真をねオリジナルデータを読み込むか読み込まないかは、まあ、iPhone 側が勝手に決めるという仕様が、まあ、ちょっとまあいまいちな仕様ではありますかね。ただ iPhone13 mini で十分試してね、容量を抑えることができるっていうのが確認できたんで、まあ次のね、iPhone15 Pro の購入においては 256GB を選ぼうかなと思ってるとこですね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。